もすごいよな。いやこれが私の本題。あれこれなんかではビニール取る儀式。綺麗。すごいの買ったね。うわかっこええな。やっぱかっこええわ。ホンダ E、納車いたしました。いやーいいですね。テンション上がりますね。私が、注文したのは、ホンダ E ですね。ホンダ E アドバンスじゃない方です。ホンダ E のこれ、発話、なんていうのこれ、音声ガイド、さっきからやってるんですけど、なかなかうまいこといかないですよね。OK、ホンダ。鎌倉ラーメンまで案内して。鎌倉じゃないの。さっきから鎌倉ばっかり。このミラーがね、ミラーがまだちょっと慣れないんですけど、トラックのうんちゃん入れてくれました。ありがとうございます。うわすごい加速。これちょっとやっぱね、電気自動車ってね全然やっぱ違いますね。この踏んだ感じ、フィットハイブリッドもよく走る車だったんですが、なんか全然ね体感的に違うんですよね。ではラーメン屋に行こうと思います。 OK ホンダ。鎌倉ラーメンまで案内して。ラーメン新周辺に2軒の鎌倉駅があります。ラーメン新から登録されてないの。もう全部ここに文字が全部入る。すごいな。しかしこのテキストを打つ早いのがすごい。わかりませんでした。これ反応早いけどまだ勉強中なのかな。 OK ホンダ。ラーメン屋検索お願いします。どうとんぼり神座鶴見店までご案内します。神座って言わなかねんな、鎌倉っていうのがあれやね、漢字が日本語できんのかな。うわ早いびっくりするぐらい早いな。これ踏んだらヒューンっていうね電子音が鳴りますね。 OK ホンダ。あとどれぐらいで着く。目的地まであと 1.3km です。あ、そっか。これシングルペダル押します。おおすごいブレーキかかる。そうと、これパドルシフトがあれなんですよ、減速回生ブレーキの調整になってます。すごいな。さあ ACC とかも使えるんや。あ、これか。おすごい小さい本体出てきたで。ほら電キープ、これは確か60キロ以上やったと思う。もう 94% になってますね。さっき乗った時 99% だったんですけど。おお、このボタンで進むんやな。あ、今ブレーキ踏んでないけど怖いよ。おお、ほら今アクセル踏んでないねんで。すごない。おお、ほんまに止まるかどうか心配やわ。マツダで何か買ったんですね、あの人。何買ったんやろな。目がとんがってるやつ。目がとんがってるやつ。ああ、マツダ3っぽいな。おめでとうございます、納車。めっちゃ90度の礼してる。めっちゃ90度礼してる。すごいすごい。あんなに？あ、さーっと帰ってくな。はい、お疲れ様でした。とりあえず飯食います。やっぱねこのレバー操作が慣れないです。レバーというかボタン操作。わ、明るい。
結構カメラの、 あの解像度というか夜の明るさが明るいですね。やっぱ新しいカメラだからかな。さっきね、うちの奥さんの、お父さんとお母さんを乗せて4人乗車で、ちょっとぐるっと一周してきました。車両重量がまあ2人大人2人分増えるんですが、まあ、トルクはね強いせいかすごいあのパワフルな、感じでしたね。あの車体が重くなったなという感じは一切しませんでした。全然重さ感じなかったわ。後ろはどうやった？狭い。狭かった。後ろはやっぱねフィットよりも狭いです。だいぶ背もたれもこのリクライニングできないし、あのベンチシートなんですよね。うわ何この加速笑うな。いやこれはねちょっとガソリンエンジンでは、内燃式のエンジンではちょっと難しいかな。このボディサイズにこれだけのねトルクを発生させるっていうのは、やっぱりあの大きいエンジン V6 とかね乗せるためにはそれなりのボディの大きさになっちゃいますんで、やっぱこのコンパクトサイズでこれぐらいのトルクが出せるっていうのはね、やっぱ電気自動車のね特性ですよね。乗り心地はね、そんなに変わんねえって感じ。フィットハイブリッドと、まあ、あのボディサイズがほぼ一緒なんで、まあ、その辺はねやっぱコンパクトカーの、まあ、乗り味というかちょっと跳ね上げとかね、跳ね上がり感じとか、ホンダ E アドバンスじゃなくてこれ普通のホンダ E の方が、まあ、乗り心地がいいらしいんですけど、まあ、さほどそこまでめちゃくちゃいいっていうわけじゃないですね。ただね、50キロぐらい、まあ、40キロから50キロぐらいスピードが出てきたら、すごいなんかね水面の上を滑るようなスーっていうね走り具合ですね。では今から初めての高速道路乗ってみようと思います。びっくりやね。おお、やっぱこれカーブがね、クイックなんですね。クイックというか、すごいハンドルやっぱ切れる。さっき、ちょっと U ターンしたんですけど、あれこれ曲がれるかなってちょっと心配になるようなところでも曲がれます。ETC 入ってるよな。小さい音だったな今。キンコーンって言われるな。出たけど。うわ、新幹線みたい。これ今ノーマルモードですからね。やっぱ踏み方とかこのエアコンの加減でやっぱ走行距離ってだいぶ変わってきますね。これね、ホンダ E、リミッターが実はついておりまして、150キロまでしかスピード出せないみたいですね。まあ、というか、150出すことはないと思うんですけど、一応リミッターがついてます。まあ、これ、リア駆動なんでね、モーターも後ろにあるんで、そのモーター音も聞こえてこないですね。なんか遠くの方でヒューンっていう音が聞こえる。はい、ちょっと、今、スポーツモードに入れました。あ、全然違うわやっぱこれは面白い車やな、ホンダ E。 高速道路ね結構レビューしてる人が、あんまりホンダ E 高速道路向けじゃないって言うんですけど、私はそうは思わないですね。今のところ全然、まあ、電池の持ちだけですけどね、気にするのは。っていうかこれ、まあ、私前フィットだったんで、まあ、フィットから比べるとこの高速運転っていうのはより上質な運転というか、こう静かだしいいかなと思いますけどね。うわぁ、ちょっとこれやっぱアクセルがね結構スポーツモードだと敏感になっちゃうんで、ノーマルの方がいいかもしれん。わぁ、やっぱミラーめっちゃ見やすい。特にこの夜はなんかね、フクロウの目になったような感じなんか夜でも昼間のように見えるみたいなね。今ほらハンドルも、ハンドル曲がってるよ、ほらハンドル曲がってる。あ、やっぱ赤色でハンドル持ってくださいってすぐ出ます。で、足は全く今アクセルもブレーキも触ってない状態ですね。すぐ操作できるようにはしてます。でまあ言ったら自動運転にはなってますよね。結構今ぐらいのカーブでもハンドル曲がります。
レベル2、自動運転レベル2に値するんですが、レベル3とレベル2の差はね、運転手側に責任があるかシステム側に責任を持たすかっていう差らしいですね。今度レジェンド、ホンダレジェンドがレベル3になったんですが、これ機能的にはねほぼこのホンダ E も備わってるんですが、その責任問題がシステム側に移行しているということですね。レジェンドは、お、止まれの標識が出た。利用料金は860円です。はい、なんか安い。いやこれちょっとねホンダE本当に全く新しい感じのいろいろねやっぱ勉強しないとまだお伝えできないですね。スマートフォン連動もねやっと今日設定だけ済ませました。その辺もどんどんねやっぱお伝えしたいんですけど、まだ私自体がね勉強不足で、これからどんどん勉強していきたいと思います。というわけでね今日ホンダE納車の日だったんですが、ちょっといろんなところによってねちょっとレビューっていうレビューになってなかったかもしれないんですけど、これからねちょっと電気自動車どんどんね流行ってきますので、まあ流行ってくるというか2030年半ばですよね。内燃式の、エンジンが販売がなくなる、ほぼ電気自動車、と言いながらハイブリッドカーも売るっていうね感じらしいんですけど、ほぼ電気自動車になっていくだろうという時代がこれから15年ぐらいかけて変わっていくと、日本でも変わっていくということで、電気自動車の情報をねどんどんこれから私出していきますので、時代が変わるにつれて、私のこの情報を皆さん参考にして、していただければいいなと思います。ですのでできればチャンネル登録の方ねしていただければ非常に私も嬉しいでございます。嬉しいでございます。はい、というわけで、私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日はホンダE納車で、いろいろバタバタしましたでした。じゃあね、バーイ。